ワンピース見ました？皆さん。すごかった。あっぱれ。今週のワンピースは。あれはもう、漫画史に残る。とんでもない回でございました。これ以降、今週号のネタバレがありますので、読んでない方はミュートしてください。いや、すごいね。いや、小田先生すごいのは、ワンパンはワンパンだったんだけど、あれを見聞色で未来が見えるという覇気を使うことによって、起こりえなかったけどピットの強さもちゃんと表していたんですよ。あれは素晴らしくないですか。俺ピット対シャンクスのなんだろう、もう100点満点の展開だったけどな、俺的にはめっちゃいい。うん、シャンクスが強すぎるけども、シャンクスが何もしなかったらやばかったよねっていうのが分かる。うん、そう、キッドの格好俺下がんなかったと思う。でそれ以上にもともとずっとシャンクスがキッドのことをずっと大物大物って言ってたし、なんかリスペクトがあったんだよね、キッドに対して。俺からするとカムサリをキッドに使ったっていうのはキッドに対してのちゃんと認めた証拠だと思うよ。格下には使うんだろ、カムサリ。うん、あれはマジでかっこよかった。しかもシャンクスってさ、設定資料の本あるじゃないですか。あん中に自分の覇気によって見聞色を読ませない、未来を読ませない力もあるんですよ。他の人が見聞色極めたやつ同士で戦った時に未来の読み合いになっちゃうじゃないですか。でもシャンクスは覇気が強すぎて未来読ませないんですよって設定もあるんですよ。設定資料に書かれてて、もう誰が勝てんのシャンクスに。雷鳴発揮より強いよ、あれ多分。きっと一発でやられないでしょ、カイドウに。もう。うん。でもさ、なんかね、要所要所ね、シャンクスが、なんつうの？新世代のことを考えてる描写があるっていうか、和の国の傷をあいつらもう癒えたのかって最初言うんですよ。あれいいセリフですよね。癒えてないんだったら戦ってなかったかもしれない、うん、ちゃんと万全な状態であった上で倒しているから、ラッキールーが若干イキリ気味だったのはどうでしょう。僕もそれ気になりました。キッドに対して、あと俺がやっとくよって言ってたけど、ボコされてたんじゃないか、あれ。そう考えるともう覇王色も天文色も多分武装色もすごいっしょ。もしかしたら武装色のみミホークに負けてたりするのかね。いやー面白すぎた。うん、でちょっとモッチー先生との電話でも話しましたけど、扉へ、今週の扉へ、これはもう間違いなくやってきてますね。もう一回読み直してください。扉へ出てるのは太陽、ひまわり、そしてルフィ、この3つが映ってる中でひまわりがルフィの方を向いてるんですよ。素晴らしい。あれはもう完全に仕掛けてきてますね。今回ベガパンク編で、リリスが動力さえあれば太陽さえ作れるって言ってるんですよね。意味なくそんなこと言うわけないじゃないですか。だからあれは多分人工太陽ってものが実際ワンピースの中で過去に作られてるんですよ。だからあの扉絵は人工太陽、ひまわり、太陽の神ニカなんですよ。その上でひまわりはニカの方を向いてるんですよ。ひまわりって太陽の方を向くんですよ。だから太陽の方を向いてないんですよ、あれ。いや、あれはもうやってきてますね、人工太陽。うん、だからワンピースの世界の太陽ってやっぱ前から言われてたけど、あれ太陽じゃないんだよ多分。
まあ、この考察はね結構前からみんなしてるんですけども、変だよねって、なんか。でまあモッチー先生とかいろんな人の考察だと、まあ、月と太陽が逆なんじゃないかみたいな話もあるし、この辺はねちょっと僕まだちゃんとは考えれてないんですけども、いやもうワンピースいかついね。うん、もっと話したい、あっち、もうぼちぼちもう一回ワンピースのみの配信やるかも。うん、生配信、前回がプルトン配信しましたけども、次回やっぱもっとちゃんと話したいんですよ。ちらっとこの配信でもしましたけど、 D とは何か、そして最近ちょっと自分の中であるのは、熊、まあ要はボニーのお父さんであり元支部会であり現革命軍であり、そして元ソルベ王国の国王クマ、このソルベ王国に関してのねことももっと語りたいんですよ。なぜレベリーの時にコニーっていうねボニーの、ボニー、まあ、要はクマのお母さんにあたる存在コニーっていうのがいるんですけども、要はボニーが自分の能力使って自分を年寄りにさしてコニーのふりしてレベリーに参加してるんですよ。その時にコニーがいることが認められてたし、つまりレベリーに、あの日レベリーにソルベ王国の国王がいるんですよ。現それは誰なのか、僕こいつ怪しいんじゃねえかっていうやつ見捨てたんですよ。それもいつか配信で話したい。そして現国王がいることによってこのソルベ王国、現在のソルベ王国はレベリーに参加していると、これがクマが改造されて天竜人の奴隷になっている理由にまでつながっていく可能性があるわけでございます。しかし今日もう11時になったんで僕はもうやめます、配信を。明日昼なんですだし。さあ明日の昼なんですのために寝るぜ寝るぜ寝るぜ、元気いっぱい収録に取り組むぜ。以上だ。みんな VR のバーチャルやろうぜ。バイバイ。